代わって政権の座に就いたのが明るく正しく強き政治を掲げた浜口でした。昭和4年7月2日浜口は第27代内閣総理大臣に就任します。不況の中経済に明るい謹厳実直な首相の就任に国民の期待は高まりました。浜口総裁はこの住人に真実悲壮なる覚悟であろうと思う。浜口は早速政府の方針10項目を打ち出します。公明な政治、対外協調、軍縮、金解禁、緊縮財政など、政治の信頼を取り戻し不況を打開しようとする内容でした。組閣の日の夜撮影された家族写真、この時浜口は家族にこう告げたといいます。自分は大命を受けた以上決死の覚悟でことに当たるつもりだ。自分に万一のことがあっても決してうろたえることのないようくれぐれも頼んだ。浜口首相狙撃の1年4ヶ月前のことです。ゲストのご紹介です。作家の城山三郎さんでいらっしゃいます。どうぞよろしくお願いいたします。城山さんは、男子の本会でこの浜口幼稚のことを書いていらっしゃいますけども、この浜口は若い頃はですね、その非常にこう真面目でというか武骨でって言いますか、例えば役所に行ってなんか節約するって時には時間の金まで削ったというような。そうですね、緊縮命令が出たらもう平気でその時間のあれを削りに行きますから、それで大喧嘩になって、なお逆らうから彼はそれからあとはずっと左遷に住む左遷ということで、ほとんど東京におられなくって地方ばっかり行くわけですね。もう永久に東京戻れないかと思ったら、あれはいいんですね、この同級生のが引き上げてくれるんですね。あれは左遷されてるけれども、どこ行っても勉強してると、タイムスなんか取り寄せてね、志を高くし目を高いところに置いてね、勉強してると、あんないいともいいのをね、もったいないって言うんで、みんなであれして、それで専売局へ呼び戻すと、本省じゃなくてね、専売局へまず呼び戻すと、まあ官僚としてはもうフルに生きた人ですし、まあとにかく責任感が強いっていうことでしょうね。だから大義士になりますけど、大義士になって選挙演説行きますね、ものすごいその台風の夜どんなことがあっても行くんですね。でこう山奥のとこへ行った時に午前2時だったんです。着いたらその台風の山の中をこう登っていくわけですから、それで村の人はびっくり仰天して集まるわけですね、午前2時、ね、そういう、まあ、愚直って言っていいぐらい朴訥っていいますか、誠実な人だったんですね。で総理大臣となった浜口幼稚は、いくつかの改革を断行いたします。その改革の柱となりましたのは、一つは財政の緊縮化であり、もう一つは軍備の縮小でございました。しかしこの2つのことは当然のことながら大きな壁としてですね、彼の前に立ちふさがってきたのでございます。昭和4年浜口内閣の発足の年、慢性的不況の最中、企業は相次いで倒産し失業は拡大します。汽車賃もなく、ふるさとに徒歩で帰る人々が道にあふれました。浜口は緊縮財政でこの不況を打開しようと考えます。国家も企業も国民も節約を第一とし、企業を整理統合することで国際競争力をつけようという考えでした。浜口はまず政府予算の削減に取り掛かります。各省庁に節約を呼びかけ、予算を現在の価値でおよそ900億円削減、政治家の乗る公用車も大幅に削減し、経費節減を徹底します。さらに金解禁にも踏み切ります。これは金本位制を取る諸外国に同調し、通貨を金と交換できるようにするものでした。これによって通貨の発行も国の金の準備高に応じて行われるため、インフレや赤字国債の発行を抑え、経
経済を安定させることができると考えられたのです。しかしこれらの政策は一時的に経済を低迷させ失業者を増やす恐れがありました。浜口は国民に共に痛みに耐え不況を克服しようと呼びかけます。浜口は総理大臣としては日本で初めてのラジオ演説を行い国民に理解を求めました。私は我が国今日の経済的難局を脱することができません。ここに主君と共に大なる決心と大なる覚悟と持って目下の難局を打開し国運の発展に貢献せんがために努力奮闘しないものとしたいものと思います。幸いに諸君の十分なる心力はらんことを切に希望いたす次第であります。浜口の緊縮政策のもう一つの柱は軍備の縮小でした。軍縮は政府予算の3割を占める軍事費の削減を可能とし国際協調路線にもつながるものでした。第一次世界大戦後の1922年ワシントンで歴史的な海軍軍縮条約が締結されました。この条約で日本が保有できる主力艦はアメリカの6割と定められ、規定量を超える艦船は廃棄されました。しかしこの条約では駆逐艦や潜水艦など補助艦についての規定がなかったため、その後かえって補助艦の建造ラッシュとなってしまいました。そこでアメリカ、イギリスを中心に新しい軍縮会議の開催が検討されていました。浜口内閣発足から3ヶ月後の昭和4年10月、浜口のもとにロンドン軍縮会議への参加を要請する手紙が届きました。ここで条約が成立すれば、計算では現在の価値でおよそ2400億円の削減が見込まれました。浜口は軍縮と協調外交を達成するために条約締結に全力で取り組む決意を固めます。ところが会議に先立ち海軍から注文がつきました。海軍軍令部長の加藤博晴は軍縮会議で対米7割の補助艦保有量を確保できなければ日本の国防に責任が持てないと訴えました。浜口は条約締結を第一と考え海軍の対米7割案を受け入れます。11月、浜口は全権を元首相の若槻礼次郎に託し全権団を送り出しました。この時浜口は次のように抱負を語りました。国際平和の精神に徹底し各国民の負担の軽減を図らんがため、単に軍備を制限するにとどまらず進んで軍備縮小の実をあぐることを要務とすべきである。